君の脳に直接届く妄想のプライムです。はい。恐るべき子供たちの片割れがアフリカに姿を消したと聞いたことがある。片割れ？年齢的にもちょうど合うはずだ。まさかとは思うが、一応遺伝子検査にかけてみようと思う。大丈夫だ。本人には気づかれないようにやる。時間はかかるかもしれんが、結果が出たら教える。まあよくわからんが頑張れ。あ、なんかいっぱい、やば、やだ、いっぱいなんかある、なんか上がったぞ。なんか上がった。さあ、というわけで今回もやっていきます。小さな反乱者たちってことは？あの少年たち？じゃないか。でも出撃するんだもんね。小さな反乱者たち、エイムトゥルーイェ・ベンゲフル。少年兵グループの対象と彼らに拉致された副官の2人の回収だ。はい。この少年兵グループはムベレの武装組織を離反、ムベレの副官を捕虜として連れ去り、とある配送を占拠している。最近少年ばっか相手にしてません？なんか最近子供ばっか相手にしてるよね。あそこね。怪我を負わせるなって簡単に言いますけどね、こっちも大変なんですよ。まったく。偵察を効果的に行うなら高所から見渡すんだ。利用できそうな観測点をマップにマークした。端末を確認してくれ。ダメ出しされた。ここに行けって。そっち？いや、いいよいいよ、いい。僕はここから行くんです。いる？人。人っていうか子供？お。あ。顔をしっかり視認してくれ。ターゲットを特定するんだ。ええー。でもさ、ちゃんとスキルとか出るんだ。能力。あそこに捕まってるのがターゲットで。え、でもあれも少年だよね、やっぱね。あ、あれ、捕虜の能力が高いっていう話か。びっくりした、もう。さあ、近づいてきました。子供たちは目がいいんで。いや、そんな法則ないかもしんないけど。さあ、どのくらいいるんでしょう。3人しかいないよ。なんか、ダミーっぽいな。こんだけしか。あ、でも増えた。あの、増えてこれか。クソガキめ、大人を舐めやがって。今に見てろよ。もう一人が開いた。あれか、なんか撃ってますけど。あれ外れた。うい、新たな少年兵。見回りに出ていたメス動隊が戻ったのか。警戒が厳しくなる。注意してくれ。え、敵への接近。うわ、いっぱいいる。ボス、村に新たな少年兵が現れた。メス動隊がいたようだ。メス動隊は2つあったようだな。道理で。警戒が厳しくなる。注意してくれ。え、待って、俺の後ろに一人いることになってるんだけど。あれか？あ、違う。え、いなくない？ちょっと、捕虜は助けたい。お、やべ。うい、ちょっと、え、でもいるな、ここら辺に。
ちょ、捕虜は助けたいんで。あ、あそこにいますね、でも。クソ、サプレッサーが。あ、でも寝てくれた。この子たちやっぱ一発で寝るね、結構。ありがてえ。これも子供？あ、これは大人か。あ、副官。これが噂の。あ、やべ。あ、やべやべ。なんかすげえ見られてる。ちょっとここに置いて。いる？そんなの。え？なんかいること、いるっぽい。クソ、いっぱいいるな。これで寝たんじゃないか。よし。うう、まったく。大人を怒らせたらお前大変なことになるぞ。え、これの人、これも子供？子供っぽい。え、ちょっと、でもさ、ちょっと、でもコンテナとか回収させてくれ、せめて。悪いが。子供たち起きちゃったら面倒だけど。まあ、しゃあない。コンテナ、資源はやっぱ大事なんで、すいません、ちょっと。回収できるものは回収させていただき。一旦この子を乗っけたい。いやー、一人起きちゃってるからな、どんどん。それが問題。子供たちはすぐ寝るけど起きるのも早いようだ。よし、もう一回眠らせた。これだとは捕虜を連れ帰るだけだ。うう、子供たちすぐ起きるんだもん。EG さん、ほう。すごい難しいこと言うな。何歳ぐらいなんだろうな。ん？なんかいる。ヤギかな？ポニーかな？なんだろう、あれ。こちら P コード、まもなくランディングゾーンに到着する。野生のロバか。ロバか。家畜種でなければ乗るのは難しい。まあ、あれ乗ったところでね、潰れちゃうよ、スネークが乗ったら。こちら P コード、ランディングゾーンに到着。ようやく来たね。待ってたよ。了解だ。じゃあなロバ。だろ。ミッション完了だ。 B なの。結構うまくいったと思ったけど。ボス、クライアントへの業務完了報告だが、犯行グループの抵抗が激しく、ホステージは流れ弾に当たって死亡。犯行グループのリーダーも射殺を余儀なくされたと伝えておく。優しいんだからもう。支払いは期待できんが、その分副官が十分な額を出してくれた。その副官だが、ダイヤモンドドッグズへの編入を希望している。覚悟ができたのか。あんたの元なら何番目でも構わない。どういうこと。まあ助けたからか。やっぱ命の恩人だもんね。隔離プラットフォームが建設された。ほう。お、
エリート。この副官さんですかね。トラブルメーカーって書いてあるけど大丈夫？大丈夫なの？ボス、緊急連絡だ。スタッフに病死者が出た。え？最初は風邪に似た症状だったんだが、容態が急変。見る間に胸部を水泡が覆い尽くして、こと消えた。感染症？詳しくは空中指令室で説明する。至急ヘリに乗ってくれ。了解。マザーベースで広がっている感染症だ。なんだ見てくれって。胸の水泡からは小さな電柱が大量に見つかった。寄生虫の陽性だろう。だが寄生虫は。これさ。肝心の親が見つからなかった。まるで孤虫だ。故に発症条件がわからない。感染経路もだ。ボス、こいつらの症状には見覚えがないか。あります。油田施設で水に浮かんだ死体。うん、バリアブルのベッドに並んでいた病人たち。同じですね。俺たちがサイファーを追って見てきたものと告知している。これがサイファーがアフリカで進めていた大量破壊兵器。ボス、事態は急を要する。感染者を隔離して病原体を封じ込めるんだ。なるほど。今優先すべきは犠牲者をこれ以上増やさないことだ。だが問題は感染者をどうやって特定するかだ。感染から発症まで、つまり潜伏期間には非感染者と見分ける方法がない。ええ。感染者を発症前に推測して隔離していくしかないんだ。何を媒介して感染しているか、感染ルートが分かれば推測できるはずだが。確かに。今後感染が疑われるスタッフが出たら、端末から隔離の指示を出してほしい。ええ、これむずくない？俺や医療班だけの判断で隔離ってわけにもいかん。あんたの指示なら、スタッフも従うだろう。もちろん事態が収束するまでの一時的な措置だ。施設内感染の防止並びにメンタルケアも徹底する。うん。放っておけば犠牲者は増える一方だ。やるしかない。ボス、端末を開いてくれ。開いてます。え、開いてますよ。感染が疑われるスタッフを隔離する方法を説明しよう。はい。マザーベースのメニューからスタッフマネージメントを選んでくれ。開いた。ん？はい。行ってからじゃないとダメなやつか。はい、隔離施設。見たよ。すでに発症している感染者は、こちらでこの隔離施設に隔離していく。うん。だが、まだ発症していないスタッフの中にも、すでに相当数の潜在的感染者がいると考えるべきだ。うん。誰が潜在的感染者なのか、今のところ、見分ける術はない。どうしようもないじゃんね。何か推測する方法があるはずだ。当たりがついたら感染が疑われる。隔離施設で配置変更してくれ。しばらくして発症状況に変化が起こったらこちらから連絡する。正しく潜在的感染者が隔離されれば感染を軽減することができるだろう。マジか。あなたは今まで通り任務を継続してくれ。これがサイファーによるものだとしたら、奴らを追うことでまたこの感染の根源も究明できるはずだ。それから原因が判明するまではスタッフの解雇や派遣は禁止する。疫病を広めるわけにはいかん。一刻も早く原因を掴んでくれ。頼んだぞ。無茶だよ。はい、というわけでね、無事クリアすることができました。の感染症マジで怖いな。はい、ちょっと人事とは思えないんですが、今回は以上で終わりたいと思います。というわけでプライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。バイバイ。